本日はですね、今から大阪市内の方に一人でブラブラと行きたいなと思います。結構一人で行くの久々なんで、どんな感じになるか分かりませんが、こんな感じで、ぼちぼち行きたいなと思います。行きます。ですね、今から行く一応予定としては、嫁のですね、ピアス、ホワイトデーいつまで返してないねんっていう話なんですけど、この僕が今つけてるピアスがホワイトデーで欲しいって言われたんで、それがですね、毎回いつも行ってもお休みなんで、今日は営業してる日にちょっとピアスを買いに行って、でそっからこの結婚指輪の大きさが僕ちょっとサイズ大きいんですよ。だからちょっとサイズを直してもらいに行きたいなと思いますが、強風ですね、ちょっとこちらが飛びそうですが行きたいなと思います。行きます。それではまず大阪は北浜へ来ました。ちょっと今がですね1時ぐらいから腹減ったんで飯食うんですけど、でランチがですね、僕サロンメンバーの方から昼一緒にしましょうって誘われてるんで、僕一人やったら絶対ラーメン行くんですけど、珍しくカレーに行きます。なんかインド料理かなんか、インドカレーかなんかって言ってました。でそこに行ってインドカレーを食べて、で一応写真も撮って嫁に送っといて自慢して、で飯食ってからいろいろ回らんとダメなんですけど、もうなんか雨が降ってきましたね。まあとにかくちょっと先飯行きます。雨降ってるな。それでは今からですね、指輪のサイズを修理というか変更しに行くんですけども、めちゃくちゃ雨が降ってきて、そんな時はこの防水バッグを、傘代わりにするといった感じで向かっております。心斎橋ですね、その方に行きたいなと思います。ありました、ありました。あそこですね。ではサイズを直しに行ってきたいなと思います。今日中にはできないと思いますが行ってきます。はい、それでは無事出してきました。このようにフリーの身になりましたので、これから2週間ぐらいはですねフリー人生を楽しみたいなというふうに思います。で今からは財布の修理に行きたいなと思います。フリー行きます。それでは次はですね、このピアス、嫁に買うホワイトデーのピアスを見に来て、前回ここ閉まってたんですよね。で、今日は開いてるかなと思って来て、そしたら見事こちらです、じゃん。閉まってると。という感じになってるので、まあピアスはちょっと縁がないってことなんで、またタイミングがあれば来ましょう、ここです。なので残念でした。では次はですね、最後のやることとして財布ですね。財布のジップが壊れてるからそれを修理に出したいなと思います。これです。で多分これは1週間ぐらいで治るんちゃうかな、なんかそんな感じなんで、もうすぐそこにスローがあるので出しに行きたいなと思います。はい、ということで行ってきました。もうスローを出してですね、すぐに自宅付近の最寄り駅まで帰ってきて、僕の外出はですね、基本目的のところ行ってそれが終わったらすぐ帰ってくるっていう、子供スタイルになっておりますので、いつも通り目的が終わったので帰ってきたということになってて、なんかこの指輪がないのが新鮮ですね。僕ちょうどもう2年ぐらいずっと指輪つけてたんで、2年かなぐらいやと思うんですけど、間違えたら怒られますので、多分2年ぐらいつけてたと思うんですけど、ようやくというか今ちょっと外れたのでちょっと違和感はありますが、
大体1週間2週間ぐらいなんかかかるって言ってたんで、2週間後ぐらいにまた取りに行ってつけると思うんですけど、まあ、つけたらつけたでなんかこう次は縛られてる感が若干出るかもしれませんが、まあ、そんなこと言いながらまたつけ、取りに行きたいなというふうに思います。で、問題のピアスなんですけども、もうピアスはもう見つからんかったんで、またタイミングがあれば見つかるでしょうということになってて、まあ、オンラインでも多分買えると思うんですよね。だからもうここ諦めてオンラインで買おうかとは思うんですけど、まあ、一応ちょっと帰ってから嫁に行ったけど閉店閉まってたわっていうのだけ伝えて、どうするかまた、嫁と相談したいなというふうに思いますので、まあ、大体この辺で今日は終わりにしたいなというふうに思います。はい、ということで、今日は大阪難波あたりをブラブラした Vlog ということになっておりました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。